香川県、主に東部など、平野部の伝統的な正月料理である、あんもち雑煮。あんもち雑煮に使うあんもちで砂糖で煮たあんを使用している。あんもち雑煮は雑煮の一種で、香川県特に東部の平野部に見られる代表的な正月の郷土料理。ただ、食べる県民と食べない県民の比率は半々であり、好みが分かれる。名前の通り、白味噌仕立ての雑煮に、 あんもちを乗せ、表面に香りづけに、あおさの粉末を振る。あんもちゾウに、あんもちゾウにとも表記する。香川県東部平野部を中心に、正月三が日,日に食べられる晴れの食べ物で、砂糖あん入りの丸もちと、人参や大根など、今年一年、何事も丸く収まりますようにという岩をかけることから、輪切りに下具が入る。汁は甘い白味噌仕立てのゾウに。だしは、 イリコと呼ばれる煮干しを素材とするが、沿岸部では、フグやハゼの干したを使うこともある。アンモチゾーニを食べるようになったのは、江戸時代末期から明治初期にかけてとされる。江戸時代中期以降、サヌキ国東部を領有した高松藩においては、温暖小雨気候を活かして生園サ砂糖、キビの栽培、ベンカの栽培が奨励され、生産された食塩、砂糖、木綿は、 さぬき三四と称される名産品だった。だが正当地帯であっても庶民にとって砂糖は高級品であり、せめて正月三が日,日の間は砂糖の味わいを楽しみたいとの考えからゴミ砂糖を餅の中に仕込んだものが安ン雑煮のが始まりとされる。炊き上がった雑煮を碗によそった後、炙って粉にした青砂と花かつを乗せる。阿波国に近い山村では、 あんもち雑煮ではなく、赤味噌の汁か、すまし汁に丸餅を入れた雑煮が食べられていた。大根、人参、里芋を輪切りにして茹でる。いりこで取った出汁には切りにした素材を加えて加熱し、熱くなったら、あんもちを入れる。餅が柔らかくなれば、白味噌を出汁で溶かしながら入れる。ワによそい、茹でておいた春菊と上から炙って、粉にした青のりを入れる。ク豆腐、油揚げ。 ネギ、かまぼこなどを入れる場合もある。里芋は小芋を使い側を取り丸のまま使うところもある。餅のあんが出て形が崩れないように鍋は底の広いものを使う。ありがとうございます。